僕の夢は世界で通用するミュージシャンになること。僕のドリームジャーニーはここニューヨークです。ニューヨークは僕の生まれた町です。今日は僕の好きな場所を隅から隅まで紹介します。言わずと知れた世界の中心都市ニューヨーク。生まれも育ちもここニューヨークというアレックス。知り尽くしているこの町でドリームを探します。まずはアレックスが自分の庭と称するセントラルパークです。ね、子供の頃から随分、天皇が建てられたんですよね。こんなでっかいものなかった。まあ、それはニューヨークですよ。無常、小中学校があっちの方にありますね。アッパーイーストサイドで、僕の実家がもうちょっと南の方、セントラルパークサウスにあります。よく、小学生中学生の時にセントラルパークを通学してました。懐かしい。冬だとアイスケートが定番で、そして春ちょっと暖かくなったらシープメロで、ピクニックやったりしていました。世界でも稀な大都市のど真ん中の巨大公園セントラルパーク。アレックスのおすすめは冬の朝の散歩。人の少ない時間で公園を独り占めにした気分になるんだそうですよ。公園内にはアレックスおすすめのスケートリンクや動物園など、家族にとってもいろいろな楽しみ方がある場所です。ここが僕が通っていた小学校中学校です。バックリーと呼ばれています。実はあっちがセントラルパークで、よくうちからバスに乗ったりここに通っていました。アレックスが通っていたのは1学年の生徒数が30人という少数精鋭の私立学校。卒業生には大統領も名を連ねる名門の男子校なんだそうです。その頃に日本を好きになる出来事があったそうですが、この近くにメトロポリタン美術館があって、遠足であそこに行って日本の兜と鎧などを見て、日本かっこいいな、侍かっこいいなと思って、日本ラブ、日本への親しみ、愛情の、始まりだったと思います。あそこですね。僕小学生中学生の頃行きつけのハンバーガー屋さんです。子供時代アレックスが一番ハマっていたのがこのレストラン。学校の帰りによっては夕食前のおやつとして腹ごしらえをしていたそうです。人懐っこい地元で人気の老舗の店。もちろん自慢はハンバーガー。味は創業以来変わらないそうです。大好物のベーコンチーズバーガーです。早速いただきます。でもまずはやっぱり、組み立ててみたいと思います。これだ。懐かしい味。ビーフが柔らかくてすごくジューシーです。揚げたてのベーコンも素敵なアクセントになっています。中学小学の思い出が突然蘇ってきました。次のディッシュはチリという豆とひき肉を煮込んだ料理。これもニューヨークならではの味なんだとか。すごいお肉って感じ。コクがあって美味しいです。僕はカルネギーの食いしん坊ですので、そうですね、よくこのコンビで食べていました。久しぶりに懐かしの味を堪能したアレックス。お店の人の温かみも心に染みました。ちょっと仕事場に寄り道。ここはアレックスが共同経営する録音スタジオ。リポーターとして活躍するアレックス、実はプロのミュージシャンとしての顔もあるんです。
シンガーソングライターで自分の作った曲の入ったアルバムが日本のオリコンにチャートインするなど人気も急上昇。これは日本語で歌った自身の曲。これはもう4年前、音楽は自然と好きになっていたんですが、その大きな理由の一つは、ニューヨークの音です。車の音や、街の音、そして、地下鉄の大きな騒音、それらが僕の、強くインスパイアしました。僕にとってはニューヨークにいることで音楽を作る力が湧いてきたと思います。今回僕の音楽の夢を探すために来てみたかった場所がここです。ここは10年前までニューヨーク1位の伝説のライブハウスだったんです。わー、かっこいいですね。音楽まで、レコードまで売ってますね。デビッド・ボーイ、オジー・オズボン。10年前に閉店したニューヨークの伝説的ライブハウス、CBGB。現在はデザイナーブランドショップに変身していますが、当時の雰囲気を残すためにロックテイストの商品が取り揃っています。すごい。昔からこの落書きが残ってるなんてすごいですね。なんか触るとそのロックンロールのヒストリーが蘇ってくるような気がします。いいなぁ。装飾としてライブハウスの昔の壁をそのまま保存したこのブティック、この壁目当てで訪れるお客さんも多いんだそうです。おぉ、CBGB、 わあ、1979年、もう40年弱ですね。あの時代に生きていたらよかったのに。ニューヨークで若者が集まるダウンタウン、アンダーグラウンドの音楽や日本のサブカルチャーなどが混ざったこの街が僕の青春の場所なんです。アレックスが若い時によく出演したロックのライブハウス。今日はオープンマイクというバンドに合わせて歌を歌うステージを見に来ました。僕の夢は日本や世界で通用するミュージシャンになること。そのためにもこのニューヨークでいろいろなものを見たり聞いたりすることは僕にとってはなくてはならないもの。まさに僕の音楽を作り上げたのはニューヨークです。これからも自分の音楽を探してニューヨークを歩いていくんだなって改めて思いました。